長ザメ目は、甲骨魚類の分類群の一つ。約2億5千万年前の三蝶期にはすでに出現していたことが知られ、蒸気魚類の中でも原始的な一群である。ニカ6属で構成され、高級食材キャビアの原料として漁獲される。長ザメなど、淡水魚あるいは素化製の魚類27種を含む。長ザメ目は、甲骨魚類の中では、 ポリプテルスメに次いで系統の古い魚類で、しばしば古代魚として扱われる。上位分類である軟質アズナには全部で11の目が置かれているが、原生種を含むのはチョウザメ芽のみで、他の10目はすべて絶滅している。分布は北半球に限られ、生涯を河川で送る淡水性の種類と産卵時のみ遡上する疎化性の種類がある。 キャビアと呼ばれる卵の塩漬けが高級食材として、珍重され、乱獲により、資源量は著しく減少した。かつては、石狩川や手塩川など日本の河川にも遡上したが、現在では全く見られなくなっている。人為的な養殖は、北海道や茨城県などで行われている。養殖も行われている、北海道北部のビーフ化町には、生態展示する、長ザメ館がある。 本目は、甲骨魚類に属してはいるが、骨格の大半は、軟骨で構成されている。尾ひれは二股に分かれているが、上下の大きさは、均等ではなく、髪型が長く伸びたよ、いびつをと呼ばれる形態をしている。原生の甲骨魚では唯一、顎ができる前のエラー穴の痕跡である、噴水口が開口しており、これらの特徴は、軟骨魚類のサメ類と共通する。 体側に並ぶ大きな鱗と共に本目が古い系統の魚類であることを反映している。アドリアチョウザメ。体側面に大型の後輪が並ぶヘラチョウザメ。ヘラ状の口先が特徴プロターピシフューリースローの化石。本属はヘラチョウザメ化の起源となったグループと考えられている。現生のチョウザメ目は1アモクニカ6属のもとに27種が記載される。 チョウザメアモクアシパンセロダイはニカ6二27種。主災骸骨がなく、火災骸骨がエラブタを覆うことが共通する特徴である。チョウザメかウザメかセピンザアイディワニアカ4二25種からなる。すべて北半球に分布し、淡水魚あるいは産卵のために河川に遡上する、疎火性の魚類である。体の両側に、ひし形の甲輪が5列並んでいることが特徴である。 口は下向きについており突き出すことが可能で、周りには4本のヒゲがある。制御には歯がなく、浮き袋は大きい。同定の難しい種が多い。絶滅属として、プロトスカーフリンカス属が知られる。ヘラチョウザメかヘラチョウザメかパリアドンティデイワニズ2種で構成される。フンが長く伸び、ヘラ状になっているのが大きな特徴。 蝶ザメ科と異なり大型の光輪はなく、小さな林状の構造が、お昼など一部に見られるのみである。口ひげと葉は、ごく小さい。ヘラ蝶ザメ、パリアドンスパスラは、ミシシッピ川に生息し、プランクトンを主に食べている。ハシナガ蝶ザメは、蝶甲の固有種で、魚食性で、最大で体長7から8メートルに達するが、2003年を、 最後に生息が確認できていないことから、絶滅したとも言われている。ヘラチョウザメ科で、最も原始的な一群とされるプロターピシフューリース、属をはじめ、4属の絶滅属が記載されている。2019年の論文でハシナガチョウザメも、絶滅したと発表され後に、IUCN でも合意されたため、ハシナガチョウザメは、絶滅死とされた。チョウザメメにはすでに絶滅した。 分類群として日課が含まれる。ヤナスティアス・ロンジェド・スリス・ペーピア・オステウス科ピーウスタイティは、ジュラ紀後期に存在したと思われるトガで、少なくとも二族を含む。本家の分類上の位置は、なお不明確で、いずれのアモクにもところ属していない。ジュラ紀の化石が知られており、長ザメアモクの姉妹群と考えられている一群である。一家のみを含む。 コンドロステウスかコンドロステウスかコンドラスタイティは少なくとも二族を含むありがとうございます。